ドロシー・オズボーン、カスパル・ネッチェル・サクドロシー・オズボーンは、17世紀、イングランドの女性で、外交官、ウィリアム・テンプルの妻、エッセイストでもあった。王党派で、ガーンジー党の総督であったサー・ピーター・オズボーンと、ドロシー・ダンバーズ夫妻の娘で、10人兄弟の、罰師として生まれた。いとこのトマス・オズボーンや、オリバー・クロムウェルの4男、 ヘンリー・クロムウェルが求婚してきたが、1648年に、ウィリアム・テンプルと出会い、交際を始めた。互いの家族は反対したが、ドロシーの父ピーターが死去、兄ヘンリーも了承し、1654年12月25日に結婚した。ウィリアムがチューハーグ大使に任命されると、ドロシーもハーグに滞在した。1671年に、ウィリアムが、 イングランドをチャールズ2世の命令で召喚されると、ドロシーもイングランド艦隊へ乗船、帰国したが、後に、オランダ総督ウィレム3世とチャールズ2世の命、メアリーとの結婚をウィリアムと共に協力、メアリー2世との交流は1694年に、メアリー2世が亡くなるまで続いた。ウィリアムとの間に9人の子供を設けたが、7人は、溶接、娘ダイアナは、 天然痘にかかって14歳で死去、息子ジョンも自殺、孫のエリザベス、ドロシーが残された。1695年、サリー州、ムアパークで、ウィリアムに先立って死去、遺体は、ウェストミンスター寺院の西側通路で、ウィリアム、ギマイ、マーサ、娘ダイアナと共に埋葬された。1652年から1654年にかけて、 ウィリアムへ送った77通の手紙は後に編集、所刊集の見本とされた。ありがとうございます。